白の兄弟が現れた。君はとっさに身構えるが、相手は微動だにせずこちらをじっと見つめている。君が居心地の悪さを感じていると、相手は袋に包まれた何かを君に差し出した。君は怪しみながらもそれを受け取った。すると白の教団員は一度深々と頭を下げ去っていった。なんだか不思議な力を感じる場所だ。ここは薄暗く周囲がよく見えない。足元に気をつけて進む。勝ちましょう。
生えた床を踏んでしまう。侵入者を阻む罠が仕掛けられている。
Thank you.
戦いです。
白の兄弟員が道を塞いでいる。こいつも雰囲気が少しおかしい。これ以上は行かせぬ。地下1階と違い、部屋に明かりが灯されている。どことなく人の気配がする。